小沢福太は、日本の実業家。正の、沢は、宅の旧字体、名の、福は、福の異事体、バジス X0208 では、老と同一の苦点が割り当てられていることから、小沢福太、小沢福太郎、小沢福太郎とも表記される。小沢組組長、諏訪電機株式会社社長、株式会社、小沢組社長、片倉製紙防石株式会社常務取締役、 朝鮮キート株式会社社長、京浜電力株式会社取締役、片倉食産株式会社取締役、第二京浜電力株式会社取締役、諏訪工材株式会社取締役、武州製紙株式会社取締役、片倉生命保険株式会社監査役、福岡災海上保険株式会社監査役、選挙区電気株式会社代表取締役、 日本総合電気株式会社取締役、岩手県是政主株式会社取締役、小沢組合名会社代表社員などを歴任した。明治から昭和にかけて、政治業にて成功した実業家である。家業である小沢組を株式会社化して社長に就任し、長野県を中心に各地に政治を設けるなど、日本で有数の大規模な政治事業を展開した。 この成功により、諏訪の六大聖家の一人と呼ばれるようになる。その後、小沢組と片倉聖氏坊石との合併に伴い、片倉聖氏坊石の常務に就任し、片倉財閥の交流に力を振るった。この片倉聖氏坊石は後に片倉工業に改組されることから、小沢組は片倉工業の源流の一つとなった。その他、 諏訪電機の取締役を務め、後に社長に就任した。また、岡谷市に市政が施行された際には、資材を投じて、市庁舎を建設し、市に寄贈したことでも知られている。1860年3月4日、小沢金左衛門の長男として、品濃国で生まれた。父である金左衛門は温厚で特実な性格で知られ、諏訪郡岡谷村で、製紙業を営んでいた。なお、 岡谷村は後に、千曲県諏訪郡に属し、1874年に、他の村と合併し、平野村となった。1879年、金左衛門は、片倉金太郎や林倉太郎と共に、同業者を束ねて改名社を創業し、金左衛門、片倉、林が林番で社長を務めた。改名社は、品質管理に注力するなど、製品の改善に取り組み、 生死業界において、新州へ一番格と謳われることになった。もともと地主であった小沢や、片倉や、林家は、解明者の交流に伴いさらなる発展を遂げ、精子業界の実力者となっていった。1885年には、火災により小沢邸に保管されていた、静止用の繭が消失し、莫大な損害が発生するといった騒動も起きたが、 金左衛門らはそれを乗り越えた。なお、この火災がきっかけとなり、諏訪軍の製紙業界では眉を専用の倉庫に保管するようになった。そのため、諏訪軍の製紙所の周辺には、眉倉庫が相次いで建てられることになった。製紙業界の発展に努めた小沢家の功績は、内外で高く評価されており、後に金左衛門に緑樹講賞が授与されることになった。 小沢が寄贈した岡谷市庁舎岡谷市庁舎に、混流された小沢福太郎王妃佐市八1894年10月、福太は金座江もにより家督を相続し、小沢家の当主となった。すでに改明者は、県下第一の結社と称えられるほど大きく、発展していたが、それがゆえに、弊害も生じるようになり、加盟業者らの分出につながっていった。 福田が営む小沢組は1894年に開明社から分出することになった。同様に、片倉金太郎も3000社、片倉組を設立するなど開明社から独立の構えを見せ始めた。この頃、開明社に限らず、長野県の製紙業結社は、加盟業者の独立が相次ぎ、のきのみ分裂していくこととなった。その後、弟の小沢田倉と共に、 車検分業を実現するため車検機の改良に取り組むなど経営の改善に力を注いだ。小沢組は日本でも有数の規模の製紙業者に発展し、同社が経営する製紙所にはアメリカ合衆国から視察団が訪れるほどであった。1916年時点での調査によれば、福田は直接国税として1680円を納税しており、 長野県の多額納税者の一人であった。長野県には、大小様々な製紙業者が乱立し、機械製紙業者だけでも600社以上存在したが、その中でも小沢組は、片倉製紙防石などと共に、諏訪の六大製紙と呼ばれるほどの規模となった。長野県だけで1075カマの製紙書を所有していたが、その他埼玉県に1005カマ、熊本県に418カマ、 青森県に348カマなど県外にも、製子書を所有し、全国的に事業を展開した。また、平野村の製子書に、工場養成所を設置するとともに、小沢組、実家女学院を併設するなど、人材育成にも力を尽くした。また、辻信次らとともに、諏訪電機の経営に参画し、取締役を務め、後に社長に就任した。 長野県庁から許可を得て、東又川や戸川の水流を利用した落合発電所をはじめ、東又川や町が沢の水流を利用した町が沢発電所を建設するなど、水力発電事業を展開した。長野県では、家庭用のみならず製紙所など事業用としても電気が利用されるようになり、諏訪電力はこれらの旺盛な電力需要をまかなった。さらに、 黒部川の水流を利用した水力発電事業を手掛けるため、今井ゴスケラと共に発起人となり、調布電力を設立した。しかし、黒部川流域の猿飛ビ水路について、富山県庁は、超布電力には許可を与えず、後から出願した日本電力に対して許可を与えた。そのため、調布電力の発起人総代の山田定三郎らが、 富山県知事を相手取り行政訴訟を起こす事態となった。1922年、福田を支え続けてきた弟の小沢拓が創生した。福田と共に、製紙業界の発展に努めた拓の功績は、内外で高く評価され、拓は、特使を持って、16位に上された。1923年、福田は、小沢組を株式会社化し、 その初代社長に就任した。資本金は550万円であり、この時点で2700カマ町を要する大規模な製紙業者であった。同年、片倉兼太郎の弟にして、養子氏の二代目兼太郎が経営する片倉製紙墓石と小沢組が合併することになった。合併後の片倉製紙墓石において、福田は取締役を務めるとともに常務に就任した。 片倉クラ子宝石と小沢組の合併により、日本国内の聖子書のうちの7割以上を占めるに至った。経営基盤は、さらに強固なものとなり、各地で聖子書の新設や買収を展開するなど、さらなる規模拡大を進め、本土だけでなく、朝鮮や中華民国にも進出した。片倉財閥の交流により、二代目金太郎は、シルクエンペラーとまで歌われた。 その他、朝鮮キートにて社長を務め、選挙区電機にて代表取締役を務め、京浜電力、片倉職産、第二京浜電力、諏訪工材、武州製紙、日本総合電機、岩手県是製市にて、それぞれ取締役を務め、片倉生命保険、富国火災会場保険、片倉職産、岩手県是製市にて、それぞれ監査役を務めるなど、 多くの企業の役職を兼任した。また、合名会社として小沢組を設立し、その代表社員となった。1936年、地元である長野県諏訪郡平野村の会社を及び、市政志向により、岡谷市が発足することとなった。当時は、市庁舎新築が市政志向の要件となっていたことから、福田は、故郷のために資材を投じて、市庁舎を建設し、 死に寄贈した。1937年9月17日に死去した。77歳坊津。生死業界の発展に努めた功績は、内外で高く評価され、死去に際して一回が、ついたまものされた。小沢が寄贈した岡谷市庁舎。後に、岡谷消防署に転用されたため、消防団員募集中の垂れ幕が見える福田が、寄贈した岡谷市庁舎は、 岡谷市役所として利用されていたが、後に岡谷消防署に転用された。丸窓やスクラッチタイルを用いた外壁が特徴のモダンな外観であり、昭和初期の庁舎建築としては貴重とされ、文化庁により登録有形文化財として登録されるとともに、経済産業省の近代化産業遺産にも認定されている。 その庁舎の横には、福田の業績を記念し、武井直也の手による、小沢福太郎大久志像が建立されている。かつて、小沢組の本部が設置されていた、小沢政治書、片倉財閥を起こした片倉家とは、隕石関係にある。福田の次女は、片倉俊太郎の次男である、片倉直人に嫁いでいる。直人は、片倉聖子防石などの役員を務めた、実業家である。 また、福田の弟である、小沢拓は、貴族院議員の今井五助の長女と結婚した。五助は、初代、片倉金太郎の弟であり、片倉家から今井家の養子となり、片倉聖子坊石の役員を経て、国会議員となった。片倉聖子坊石と小沢組美との合併が話題となった際には、片倉、小沢両家の間柄は切っても切れぬ、親族関係。 同じ土地に六大生死などの対立していたからとて、別段所をてきとしていがみ合うこともなく、最近キート業改善の先決問題として、生死業行動の機運が醸成され来たったのを、同期として、スラスラと合併団が、直つたのも、むしろ当然の話と報じられた。小沢の存命中に混流された、小沢福太郎大久志蔵。ありがとうございます。